四面体タコの構造四面体タコは、グラハムベルによって発明された四面体で構成されたタコである。1907年に12メートル余りの四面体タコ、シグネットは、気仙に牽引されて、人間を50メートル余りの高さに飛行させた。グラハムベルは、ローレンス・ハーグレイブが発明した、箱タコの実験から、四面体タコを発明した。 有人飛行機械の発明を目指して、人が乗れ、モーターを搭載できるタコの製作を目指したものである。ベルは1895年から1910年の間、タコの研究を行った。1903年に、テトラドレルプリンシップルインカイトストラクチャーというタイトルで、ナショナルジオグラフィックマガジンの6月号に記事を執筆した。 1>, 1個の4面体から構成されるタコから始まり、3393の4面体から構成される、長さ40フィート、重量200ポンドのシグネットは1907年12月6日、カナダのノバスコシア州のバデックの沖合で奇船に、牽引されて、人を乗せて海面から50メートルの高さに上昇した。後にこの構造で浮力を得る、動力航空機の製作が行われ、 1912年には実際に飛行した。四面体タコは通常の箱だコに比べて製作は難しいが安定していて揚げるのが容易であり、強風の中で比較的揚げるのに適しているとされる。ありがとうございます。